はい、こんにちは。1週間ぶりぐらいで、恒例お気楽ボーラーをやりたいと思います。まあ、いつもながら考え方、取り方みたいなのをお話ししながらやっていきたいと思います。とりあえず、なんとか入れやすそうなのがこれだったので、ここからいきます。これ行くからには9番次処理していきたいなと思っています。これは多少振りがあるので、押してそっち出していきたいと。切り返しですね、これは。はい、これで、7が見えます。7ですね。で、3が見えるので、軽く押して2狙い、ですね。これ2狙った後、これにつけましょう。はい、ここで4、4の前に10いってもいいですかね。これ突きづらっぽいので10いきます。10で、ちょっと引いて1狙いになるかと思います。はい、1狙えますね。この振りだと横にちょっと走るか。これ6ですね。6狙い、これでちょっと前行って8。これ引いてちょうど振りがいいんで引きます。これで8狙って4で終わりですね。はい、一発目とりあえず成功。今日はちょっと新しいシャフトを削ってみてます。それでどんな感じか今調整中のところです。なのであんまり信用してません。まだ信頼関係ができてません、このシャフトとは。なんかこれややこしい球ですね。これが7からいって3、3取って少し前に出て4、4から向こうから出していきますか。これで、はい、9が見えてますから良かったですね。はい、2が見えますから少し止めましょう。はい、ここで1が見えます。1で少し前行きます。8狙いたいのでちょっと前行きます。一応8はギリギリなのでちょっとやめましょう。これは6から安全に行きます。6で引いて10の横、これで8も10も狙えると。はい、これだとちょっと引いて10コーナー、ち
て引きすぎましたね。はい、なんか、ちょっと苦労しました。二つ目は、トリゲを十分とか、入れました。声が出づらいんで、ちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、勘弁してください。今月71になるので、もう声も吸われてきてます。これは4も見える、3も見えるですが、突きづら、1が邪魔で突きづらですから、9からいきます。9でそこに止めとくぐらいでいいでしょう。はい、10で少し引いて3が見えるという感じ。はい、前に行って8狙い。これだと少し引くとよく見えますね。はい、よく見えて、このまま行くと7狙い、これ1狙いな、1と2ですね。あと1ですね、はい。この7が、ちょっと嫌なところにいます。これで5から7に行きたいと思います。これで、少し、引いた方がいいのかな、これは。ちょっとギャンブルします。そして、2番サイド狙い。お、これはやっぱり無理がありますね。これだと、バタバタっぽいんですが、ちょっと嫌ですね。軽く引きます。7捨てですか。今のボミスですね、あれは。2に対して迷いがあったまま突いたという感じでした。気分的には。まあ、それがミスの原因かどうかということではないですけどね。まあ、単純にビビって突いたような気がします。これは2がギリギリあって6行きやすいんで、これ先行きます。これで、ちょっと止めたぎぐらいで9。はい、9から少し引きますか。お、引きすぎましたか、これは。はい、5で引いて10。変なことしました。これでちょっと前気に、これ8ですね。8を入れて緩めですね。はい、これで4。4から引いてきて、1に届くかと。ここはい、まあこの辺保険入れてましたけど、どっちもありですね。
これ3に振り付けないと1に出せないのでちょっと振り付けました。押し抜いて1を再度進みましたけども、まあ再度いきます。はい、危ないですね、これ。まあ、今の最後の出し方も、あれ、ライン出しじゃないので、強弱に自信がないとなかなかやれない球だと思います。ラインを横切る球ということになりますから、まあ、強弱をミスすると、まあ、ちょっと厄介になるという選択でしたけども、危ないですね、あれ。これコンビあるので先やっつけちゃいます。はい、これで7を中途半端なところにいるので先処理します。これで10を処理して前に出ますか。これで4狙える、9狙えるという感じ。4ですね、これ。4で引きます。はい、8で前に出ましょう。はい、ここで。これは大事に取っておきたいかなという感じで引きます。で何か処理しましょう。はい、3番で1番狙い、ちょっとまずいですねこれ。はい、1で引いて6までいきます。はい、まっすぐ進みましたね。これだと切り穴取りで切り返し、まあこれ、穴近いんでなんとかなるでしょう。はい。これハウス級のシャフトを安物ですね、それを今このバットに合うように今、テーパーを自分で一生懸命削りながら、打感を調整しています。タップはエルクマスターのブルーを今つけてますけども、まあ、タップ当たり外れは結構あるんですけども、今、まあ、このタップ自体はあまり好きな感じではないというところにいます。6から切り返して向こう側回りたいです。これまずいですね。4で止め気味。はい、これだと9がいけますね。9でそこら辺に止めるぐらいで2狙い。お、これは下手くそやりました。もったいなさすぎですね、これは。
向から先にやっつけていきます。はい、このままお尻抜いていきます。強すぎですかこれ。もう危ないね。です。ちょっと情けないかもついちゃいました。あと私の場合、不調になる原因というのは、おおむね腰高ということが、まあ、キャリアの中で自分の引き出しとして持ってるのはその辺のスプリップと腰高。調子が悪くなったなと思ったら腰をチェックします。腰が高いのに頭だけ下げてしまう。これやると体が歪みます、私の場合に。なので腰を落として、骨盤と背中がだいたいよじれがないところで構えれるようにというふうに、まあ自分の引き出しとして持ってます。まあ不調になった時ですね。不調の原因としてはそういうところがあるというのが自分の引き出しです。これは押して向こうから出していきましょう。跳ね返します。危なかったですね、これ。ちょっと、煮詰まる兆候がありました。これで7が見えますから、その辺に止めておきます。5が見えます。5で、これも止めておきます。9を行くか、10を行くか。これ9で引いた方がいいですね。それで10が受ける。まあ、これの場合は、向こうに当てて帰ってくるというところです。はい、これは1を入れて少し前行きましょう。はい、これでちょっと引いて8、こんなところでしょうかね。慌てたり、ビビったりすると足腰高いまま頭だけひょこっと伏せてついてしまうというのが私の悪い時の、まあ、癖なので、その辺を調子不調になった時にはチェック入れます。あとはグリップですね。グリップも微妙にこう持つ位置がちょっと前だったりちょっと後ろだったりすると指の絡み加減が変わるので、その辺で好不調があります。うわお、これは大変なことしてしまいました。ちょっとやってみたんですけど、ダメですね、これ。はい、かなり強引です。ギリギリ。はい、なんとかクリアしました。
結構な確率のしんどさですけども、これは急に出したいとこ。一応急に出ましたけども、これはよそ使わないとまずいですね。レスト使って結構引かなきゃいけないんで、どうしましょう。これ難しい。わかりましたね、これは。どうするのかな。厳しいですね、これ。綱渡りでした。次が9フレーム。今は相当の綱渡りでした。一応まあまあいいですかね、これ。3をやっつけたいんですけども、この5のあたり処理したいので10からいきます。5で2狙い、ここで2を処理できれば大体トラブルは回避だと思います。これで3が狙えて6狙えるというところ。これはこの振りだとちょっと引くと横に弾きますから9狙い。この振りだと前ですね、前進して8。振りがちょっと浅いですね。切り返します。ちょっと頑張りすぎですね、これ。危なかったです、今の。はい、9フレークリア。今のところ2個外しなので、まあまあいつも通り自分のノルマのところにいます。まあ油断すると痛い目に遭うので、ちょっと丁寧にやっていきたいなと思います。手玉がくっついてきましたね、これ危ないですね。ギリギリに狙えるところですから2から行きます。
にこれで4が見えてると思いますから、4分が打ちました。これで3が見えてると思います。3やると6に干渉して危ないので7。今のは完全にあのストロークミスですね。今指緩めました。つまんないとこでつまんないことやりましたね。2でしたね。今5を処理するために10いって止めておきます。ちょっと引きです。これで8に振りがつけると、ここから、7コーナー、これでまあちょっと引きですね。はい、情けない、ミスって、ミスっても、はい、ラストフレームになります。またくっついてきましたね、これ。厳しいです。助かりました。10番は一応ありますね。10やっつけたいのでこっちから。これで10はやっつけられます。これで3弾きますね。はい、ここで7で少し向こうに行きたいのでひねります。まあまあですね、これで。勝手に出しましょう。ちょっと押してやります。はい、ここで跳ね返って6狙い。はい、最後。ここでちょろちょろといって、5。5を狙いますので、これは、ちょっと来ていいな。こっちから向こう行きたいと思ってきましたけど、まあ危ないですね、これ。はい、なんとか、カットで入れました。
はい、3個外しということで終わりました。